はい、皆様お久しぶりです。昨日の夜ですね、ペイパルがビットコインの、受け入れを始める、まあ、正確に言うと取引所の参入をするというニュースが出て、でそれでビットコインの価格がまあ一気に 10% くらい上がるっていうようなことがありました。で昨日の夜、自分は結構ベッドで適当にゴロゴロしててそんな見てなかったんですけど、全然関係ない、ことを話してる間に他の人と、なんかペイパルがビットコインとか仮想通貨をこう受け入れたらしいみたいな、それで価格がめちゃくちゃ上がってるとか言われて、あ、そうなのみたいな感じで、あーへーって感じだったんですけど、ちょっとせっかくなのでこの件について話をしていこうと思います。ちなみに動画ではもう基本的にビットコインってあえて言うんですけど、まあ、なんでかっていうと、この今回のペイパルの件も基本的にはビットコインを取り扱う取引所で売買できるようにするとか、あとはペイメントとして使えるようにするっていうのが重要で、他のコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコインかな、もう一応対応はしてるんですけど、正直こういうのって基本的にはビットコインにメインストリームからの注目が集まるので、まあビットコインが一番このニュースでも重要ってことで、それで話をしていきます。はい。でこの話をしていこうと思うんですけど、ちなみに価格はですね、今約12,800ドルですね。 10% くらい大きく上げて、で反省会の登録者が今8850人なので、ちょっと4000人ビハインドで、ちょっと実はですね、ビットコイン価格をに追いつこうとしてるんですけど、ちょっとビハインドが増えてしまったんですけど、まあ価格が上がりましたよと。で今回の件って昨日の夜、自分そんなに驚きではなかったみたいな、全然気にしてなかったみたいな話をしたんですけど、まあ、なんでかっていうと、この先日ちょうどマイクロストラテジーがビットコイン買ってスクエアがそれに追随するみたいな話がありましたけど、でそれについて動画でも話しましたけど、まあそういう流れもあったんで、その企業がビットコインとかを本格的に、見る必要がある、そういうフェーズが来てるっていうのはまあ結構明らかだったわけで、あまりその点では驚きはしなかったんですけど、ただペイパルってやっぱりすごい規模が大きい会社なので、その点ではマイクロストラテジーとかスクエアの話より今回の方がもう明らかにインパクトが大きいよねっていう人もいて、確かに市場の動き的にも今回その 10% ってめちゃくちゃ1日で大きくビットコイン価格が上げたのと、あとはメインストリームのメディアでやっぱり注目がかなり大きかったので、今回まあその点では影響あったかなと思います。同時にですね、まあ最後にこの動画の最後の方にちょっと話そうと思うんですけど、まあ価格が今回みたいに上がると、なんかいきなりそれで調子に乗り始める人がいたりとか、今売り時ですか買い時ですかみたいな、その短期の価格の話ばっかりになるんですよね。で基本的にはその話は自分は意味がないと思ってるんですけど、ちょっとその理由とかについても、最後動画の後半で話をしていこうと思います。はい。ではちょっと今回の件のポジティブな面から話していこうと思うんですけど、今回簡単に言えばペイパルがアメリカでビットコインの取引所を始めるっていうのがまあメインなニュースで、まあこれは基本的にはいい点としては、ペイパルを通してビットコインの売買が簡単にできるようになるので、ユーザーにとっての利便性が上がるとか、新しい入り口が増えるということで、もっと新しいユーザー層が入ってくるんじゃないのかっていう期待で価格も今回大きく上げたんだと思います。であとは単純に規模の問題で、まあマイクロストラテジーの話とかしましたけど、確かに上場企業としては規模は小さいんですね。で今回ペイパルがこういう動きを取ることで、アクティブアカウントで今 3.5 億アカウントがあって、そのうち2600万が店舗らしいんですね。なのでこれだけの大きなこうペイメントネットワークにビットコインが入る、組み込まれるっていうのは、それだけで非常にインパクトがあるっていうことです。ちなみに今回のニュースは基本的に今の時点ではまあ取引所をまずやっていくってことなんですけど、将来的にはベンモっていうペイパルが持っている送金ペイメントのサービスを連携させて、簡単に言えばまあビットコインでベンモが対応している店舗とかで使えるようにするとか、まあ送金ができるっていうふうにするようです。はい。なのでこれはやっぱりインパクトありましたよね。じゃあなんでペイパルがこのタイミングで、まあ、本格的に取引所だったりとかビットコインペイメントに参入するのかって話なんですけど、ペイパルって実は昔からビットコインにちょくちょく、まあ、関わったりとか興味はある姿勢をずっと見せてて、まあ、同時に興味はあるんだけど、ちょっと前まで CEO が、まあ、結構ビットコインに対して批判的なことを言ってたり、まあ、なんかどっちつかずな態度だったんですね、しばらく。
でただ自分が今回なんでペイパルが、今回こう大きな動きをしたかっていうと、その公式の声明では、まあ、ファイナンシャルインクルージョンが重要ですとか、これからデジタルペイメント来るから、私たちもやっていかなくちゃいけないよねみたいな、まあ、割と綺麗事を言ってるんですけど、自分が思うのはやっぱり、今回の件っていうのはスクエアってペイパルの、まあ、競合みたいな位置づけのようなんですけど、マイクロストラテジーとかスクエアとか、まあ、他にもストーンリッチかな、まあ、そういう企業がビットコインを買い始めたりとか、スクエアに至っては、もう2018年くらいからキャッシュアップっていうアプリの中でビットコインの売買を提供していて、その売り上げがかなり伸びてきているところもあったりして、まあ、競合とか他の大きな企業がそういう動きをしていく中で、そろそろ自分たちも本腰を入れてやらないとやばいんじゃないのかっていうような、やっぱりそういう考えが自分はあったと思うんですね。だからそういう少しずつ企業が、ビットコインを対応していって、他の企業もそれを見て、あ、そろそろうちもやらないとやばいっていうような状況になってきてるっていうのが、まあ、今の状況なのかなと思っています。でなのでドミノ倒しみたいに、まあ、界隈ではやっぱりマイクロストラテジーってそんな大きな企業ではないけど、やっぱこう明確なやっぱメッセージで、アセットのインフレで現金の価値が落ちてるだったりとか、それで、今ビットコインに投資をしないとむしろそれが会社にとってのリスクになるっていうメッセージを持って、こうバーンってこう結構大胆な行動をとって、それがドミノ倒しのやっぱり一番最初のドミノだったんじゃないのかっていうような見方をしている人が結構いて、で自分もまあ確かになんかそれは分かるんですよね。結構感覚的な部分もあるんですけど、なのでドミノ倒しが始まっていて、マイクロストラテジーがまあちっちゃいけどそれが始めて、スクエアが来て、今回ペイパルが来て、で他の企業も本当に多分今回のペイパルの話の後にさらに真剣に考えなくちゃいけなくなってくるっていうことだと思うんですよね。で、まあこれはだからドミノ倒しが始まりてるなっていう、こう感覚はあったんで、ペイパルが受け付けたっていうのはだから繰り返しますけど、そこまで驚きではなくて、昨日もそうなんだみたいな感じでそんななんかめちゃくちゃ喜ぶわけでも、なんかアドレナリンがね出てるわけでもなかったんですけど、まあ着実にこういうふうにこう連鎖してってるなっていうような印象ですね。でもう一個自分が個人的にすごくこう感じるのは、ビットコインのポジションとか立場っていうのが相対的にどんどん強くなってるなってところで、一昔前までは、例えばマイクロソフトとかって結構ビットコインとかブロックチェーンにずっと興味がある企業の一つで、まあでもなんでそれに興味があるかっていうと、まあ、技術的に面白いとか、まあポテンシャルがあるんじゃないのかってことで、リスクテイカーとして今まで結構入ってきてたんですね。でマイクロソフトとかそういう大きな技術テック系の企業からすると、まあ、そんなに早く参入するメリットっていうのはあんまりないし、その当時はやっぱりビットコインとかのイメージもあんまり良くないし、まあ、技術もそんなに実証されてないみたいな、そういう状況で、まあ、やるのは、まあ、新しい市場の調査だったりとか、まあ、リスクを取ってちょっとやってみようっていう、そういう感じだったと思うんですよ。ただ最近の動きっていうのはなんかこう競合がやってるから、もしこの市場が今後本当に大きくなってくるんだったら自分たちも今すぐやらないとやばいみたいな、なんかそういうなんか勝手に入ってきている、そのリスクテイカーとかじゃなくてやらないことがリスクになっている部分が結構大きくなってきていると思っていて、まあ、だからそういうことも考えると、なんかビットコインの相対的な、まあ、ポジションというか位置というかっていうのがなんかすごい前と比べると高くなってるなって感じはすごいしますね、個人的な感覚としても。で、まあ、そういう動きが始まってるんで、今回ペイパルは取引所やりますっていうアナウンス、あとペイメントやりますっていうアナウンスなんですけど、まあ、マイクロストラテジーとか、スクエアがやったみたいに余剰のキャッシュの一部を使ってビットコインを買うっていうようなことをペイパルが追加でやっても自分は驚かないですし、まあ、そういうこと結構あるんじゃないのかなと、思っています。ちなみになんでそういうマイクロストラテジーとか、スクエアがビットコインを買ったのかって話は前に動画2つ作ってそこで話をしているので、まだ見てない人はぜひそちらを見てください。まあ、それを見ると、まあ、比較的シンプルな話なんですけど、まあ、企業がビットコインを買うっていうトレンドが来てるっていうのが分かると思います。で、まあ、こういう感じでどんどん、ね、企業の、まあ、行動の連鎖が起きてるんで、ここから先は割と早く他の企業もバンバン入ってくる可能性はあるんじゃないのかなとは思います。
同時にですね、ちょっと懸念と、まあ、ネガティブな面について話そうと思うんですけど、今回ペイパルが取引所とかペイメントに参入するって話をしたんですけど、結構界隈の人から批判すでにされていることの一つとして、まあ、大きなところではカストディアルなんですよ。すべてカストディアルプラス引き出しができないような仕組みになってるんですね。どういうことかっていうと、普通の取引所って円を、送金して、例えばじゃあ100万円を銀行送金で取引所に送って、その取引所でビットコインを買う。で、買った後に自分の外部のウォレットに自分のコインを引き出して、まあその後はまあ自由に保管したりとか、まあなんか別のことをやったりとかっていう風になってるんですよ。まあこれが普通のスタンダードなんですけど、ペイパルは今回引き出しをさせないで、しかも全部カストディアルでやるっていうアナウンスをしているので、ユーザーはペイパルで売買はできるんですけど、外のウォレットとかに動かせないので、ある意味ではまあビットコインを使ってるのとはちょっと違うというか、ビットコインというアセットを買ってるだけであって、ビットコインのブロックチェーン上で、自分のコインを管理したりとかっていうのができないっていうのが、まあ結構残念といえば残念なところかなと思います。ただ、まあ、同時にそのなんでそういうふうにしたかっていうと、まあ、コンプライアンスの話とか、あとはユーザーエクスペリエンスですね。やっぱりオンチェーンでビットコインを動かすとかっていうのはまだまだ慣れてない人がほとんどなので、なんでそういう設計にしたかっていうのもまあ分かるところはあるんですけど、ペイパルってもともとその、まあ、元の金融機関とかペイメントをやってて、やっぱ送金をブロックしたりとかアカウントを凍結したりってよくあるんですね。なので、ビットコインを扱ってるとはいえ、全部彼らがコントロールしているものなので、今まで通りアカウントが何かの理由で凍結されちゃったりとか、送金ができなくなったりとかっていう、その本来ビットコインが解決しようとしている課題のところをペイパルはそのまま引きずって、大部分のユーザーにとってはやっぱビットコインってそういうものなのかっていう、ある種の勘違いが、まあ、広がっちゃう可能性もあるのかなと思っています。で、これに関しては、まあ、老舗ハードウェアウォレット会社のトレザーとかも、なんかすでにブログで、まあ、批判するような記事を書いていて、まあ、こういう形で、カストディアル、鍵を自分で管理しない形で、企業が全部コントロールできるような形で、ビットコインを売買させても意味がないし、まあ、そういうのは使わない方がいい、みたいな。まあ、ポジトークもあると思うんですけど、まあ、そういうような意見を、表明している人たちも少なからずいました。で、自分もこれはよくわかります。で、あとはやっぱりペイパルってもともとその、基本的には銀行ですよ。で、他の銀行もまあペイパルみたいな感じで参入してくると思うんですけど、今後やっぱりビットコインってもともとアンチ金融というとちょっと違うんですけど、まあ、アンチ中央銀行、アンチ銀行みたいなやっぱところがあって、それとはやっぱり別のシステムとして、送金が止められないネットワークを作ろうとか、自分で管理できる自由なお金を作ろうみたいな、そういう側面が非常に重要で、まあ、それを実現させるためにやっぱりそのライトニングネットワークとかセカンドレイヤーの技術とかも使ってもっとスケールするようにしようとか、簡単に自分で安全に管理できるようにしようっていう技術が発展したりしてるんですけど、ペイパルのニュースは、まあ、いいものだという側面もあるんですけど、それとはやっぱ別にそういう信頼に基づかないで、ただ安全に安心して、スケールする形でみんなが使えるようなネットワークっていうのを同時に作らなきゃいけないと自分は思っていて、そこはまだまだやっぱり道半ばって感じですよね。なのでそこはやっぱり意識しなくちゃいけない。なんかペイパルが入ってきて、イエーイ嬉しい価格上がったって言って、そのカストディアル型でみんな使う人が増えちゃうと、本来実はやりたかったことが、うまく機能しなくなっちゃう可能性もあるなという懸念は自分もあります。はい。というわけで、ペイパルのニュース、まあ、いい面悪い面両方あるんですけど、価格的なインパクト的にはやっぱり大きかったですよね。 10% 上がってますし、で、最後にその価格の話が出たんで価格の話をしたいんですけど、今回その短期でビットコインの価格が 10% 上がってるとかで、まあ、他にもビットコインキャッシュとかね、ライトコインとかもかなり上がってたんですけど、ビットコイン以上に。ただそういう短期の価格の値動きの話ってみんな好きだし、みんなそういう話ばっかり聞きたがるんですけど、中毒みたいな感じで、本当にそれ基本的には意味ないと思っていて、まあなんでかっていうと、大部分の人にとって、そんな相場に張り付いてトレードしてる人ってそんなに多くはないので、短期でね、買うとか売るとかっていうのは、ほとんどの人にとっては、まあ損するリスクの方が高いはずですし、あともうなんか繰り返し話している通り、その、企業がリザーブのアセットを使って、ビットコインを買うとか、
今後銀行とかがビットコインにさらに真剣に、事業参入してくる可能性があるとか、あとはフィアット通貨の弱体化とか、株式市場と実体経済の乖離だったりとか、そういう長期の話ですよね。まだこれから始まったような段階のもので、まだ全然この根本的な解決がないような課題っていうのが、あって、それが解決するまでは、解決するというか、基本的にビットコインってそれに対する回答だと認識をしている人が多くて、そういう問題がまあなんかさらに大きくなってきたりとか、やばいっていう状況になるまでは、なんかそのこのトレンドっていうのは終わらないと思うんですよね。なのでなんか2週間で上がったからビットコイン売りますとか、そういう話じゃなくて、自分は少なくともビットコインっていうのは長期でまあ持つものだと思っていますし、マイクロストラテジーのマイケル・セーラーさんも100年持つと、まあ、誇張している部分もあると思いますけど、まあ、そういうようなことを言っているような性質のものなので、別に1日で 10% 上がったからそうですかって話で、もっとこの長期的な裏で何が起きているのかと、どんな問題を解決しているのか、なんで企業がビットコインを買っているのかとか、そういうのを考えて理解をしておけば、なんか別にそんな短期でなんか嬉しい悲しいとか、そういう話じゃないのかなと自分は思いますね。で、ちなみにここら辺の話って、実は今日このペイパルのニュースが出る前に、なんか短期でやっぱりね、価格の話をしてほしいみたいな人が多いんですけど、もうそれほとんどビットコインに限らず、アルトコインとかもそうなんですけど、まあアルトコインはまたちょっと別なんですけど、まあ基本的には無駄だし、不幸せになるだけなんで、本当になんかビットコインに意味があると思って、そういうリサーチをして自分で理解をしているんであれば、なんかそんな短期の話はしない方が、投資的にも精神衛生的にもいいよみたいな話をしようと思ってたんですよ、実は。で、ただその話をするとそれだけでも結構長いですし、自分の個人の経験ですよね。まあ割と実はね、あんまり話さないですけど、まあアルトコインに適当なやつ買って損したりとかね、っていうのはまああるんで、人並みに。まあそういう話とかもちょっとしようと思ってたんですけど、まあそれはなんか別の機会にまたしようかなと思います。まあとりあえずまあ、価格が短期的に上がるとみんな嬉しいし、なんか盛り上がるんですけど、まあ、長期でのシナリオっていうのはまだ全然変わってないですし、始まったばかりだってところをとりあえず理解しておいた方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ホドルですよね。まあ、よく言いますけど、まあ、本当そうなんですよね。はい。自分はもうだから価格見てないです、最近。昔はね、その1日で価格の動きがまあ2、3割とか平気で動いたりとか、なんかいきなりね、開発者、コア開発者のマイク・ハーンがビットコインは終わりだとか言い始めて価格がブワーッと下がったりとか、中国の取引所が、ビットコイン取引をいきなり禁止してバーッとまた下がったりとか、そういうのがあったんで、それは見てたんですけど、最近はもうなんかこう長期の見通しが割と見えてきているのと、まあ自分の理解度が上がったってところもあると思うんですけど、前ほどのやっぱり値動きっていうのはないので、もう全然価格は自分見てないですね。たまに見て、なんかなんかみんな騒いでるわってくらいです。はい。まあともかくですね、ペーパルの件、いろいろ影響はあるんですけど、まあ、ポジティブな面、ネガティブな面、両方ちょっと話をしました。はい。じゃあ最後宣伝なんですけど、明日ですね、前から広告というか宣伝をしてたお金の育て方、初心者向けの、資産運用講座みたいな、ヨーロピアンさんと、葉月さんの動画をアップする予定です。そちらは初心者向けなんですけど、だんだん高度なことも一緒にやっていくみたいな企画なので、ぜひそちらも見てください。あとはですね、今週の土曜にブロックチェーンジャムっていうバーチャルカンファレンスがあって、それに自分とあのカナゴールとナマハゲとかいつものメンバーと一緒に出るのと、あとは土曜の8時からですね、ディベート中心のライブ放送をするので、ぜひそちらを見てください。内容としてはデファイバブルはもう終わったのか、日本企業がビットコインを買うことはあるかなどですね、まあ、ちょっと意見が分かれそうな微妙な質問をいくつか用意していて、でそれを、まあ、あのメンバーとゲストで、何人かで議論していこうと思っています。というわけで、ちょっと長くなってしまったんですけど、今日の話はここまでです。では、また次回、よろしくお願いします。ではでは。全く何もわからない人が資産形成の仕方をこの番組を見るだけで、学んでいくことができる。この動画が面白いと思ったら、いいねやビットコイナー反省会へのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。